福島第一原子力発電所4号機の使用済み燃料プールからの燃料取り出しは廃炉に向けた大きな第一歩です。事故後初めてとなる使用済み燃料の取り出し作業となりますがより安全に作業が行えるよう準備をしてまいりました損傷した原子炉建屋から安全に燃料を移動させ廃炉を進めるための環境を築きます。 取り出し作業に向けて入念に計画を立て新しい方法も取り入れてきました地震の時の4号機は定期検査中で稼働していなかったためすべての燃料は炉の中ではなく燃料プールに保管されていました。しかし隣の3号機から流れ込んだと思われる水素により爆発が起き瓦礫がプールの中に落ちたり 建物が損傷してしまったため通常の取り出し作業とは異なる状況に挑まねばなりませんまずあらゆるがれきを撤去するために20種類以上の異なる器具を用いています大きながれきは撤去し終わり小さながれきは燃料取り出しと並行して作業を行いますまた 事故時に冷却のために使われた海水によって燃料が腐食していないか検査しましたが問題はありませんでした放射性物質の飛散・拡散を抑制し作業環境を整えるため燃料取り出し用カバーを設置しまししまた。燃料取り出し用の設備も新たに設置しました。 取り出しの際に異常な重さを感じたときに停止するセンサーなど、安全に作業ができるような設計をしています。これらの燃料取り出し用設備は、東日本大震災並みの大きな地震が来ても耐えられる設計になっています。これらの安全対策を行いながら燃料取り出しを行います。 燃料を持ち上げる際には、慎重にゆっくりと作業をします。持ち上げた燃料は、専用のキャスクという容器に入れます。これらの作業はすべて水中で行うため、作業による周辺の放射線量の上昇はありません。 燃料は発電所敷地内にある共用プールで、集中的に保管されます。燃料を取り出し、別の場所でより安定的に保管することによって、四号機の廃炉作業を安全に行うことができます。燃料取り出し作業は、東京電力の技術者だけではなく、協力企業の皆様や 国内外の専門家の方々のご協力により実現します。関係するすべての皆様にお礼申し上げます。Well, the movement of the spent fuel、uh, out of spent fuel pool number four will be a milestone for the clean up side of the fukushima site、well,。the engineers、uh, were very creative in building a new fuel handling device for the spent fuel number four pool。